タルボ・ソラーラは、PSA ・プジョーとロエン参加で、フランス・イギリスに拠点を置いた自動車メーカータルボが1980年4月に発表し、1985年まで生産した小型乗用車で、1979年に、クライスラー・フランスと、クライスラー・ UK が統合して発足した、タルボブランド初の新型車であったが、実質は1975年以来作られていた。 タルボ1510の4ドアサンボックス版であった。1510は5ドアハッチバックとして登場し、シムカ1307、1308時代には1976年のヨーロッパカーオブザイヤーを受賞した成功作であったが、このクラスになるとスタイルやトランクスペースの大きさなどの理由で伝統的なサボックススタイルを好む層も多かった。また、弟分のオリゾンは、 サイズ、車格が1510に近く、1510を3、ボックス化して、イメージを明確に分けることは、販売政策的にも、好ましいことであった。ソラーラは、リアドアまでは1510と共通であったが、そこから、後ろのボディパネルは、新設計で、リアオーバーハングは 76mm 延長された。エンジンも共通だったが、1294cc67 馬力は、 英国向けのみに用意され、フランス生産者は 1442cc84 馬力と 1592cc89 馬力の2本立てであった。グレード構成も LS、GL、GLS、SX と同じで、英国版の GLS と SX にはすでに流行遅れになりつつあったレザートップが SX に当時まだ珍しかったが、 精度の低いトリップコンピューターが装備されていたことも同じであった。ギアボックスは4足マニュアルと3足オートマチック、そして GLS と SX にはシトロ NCX のものと同じ5足ギアボックスが装備された。フランスにおけるソラーラの販売立ち上がりは好調であったが、それは多分2510の販売を犠牲にしたものであり。 フランスでの1510の生産は1982年夏に打ち切られたほどであった。英国ではフォード・コーティナなどが優勢なカンパニーカー市場への販売が期待されたが、フランスほどの販売は達成されなかった。1982年夏には英国向け限定版ソラーラセプター、ソラーラボーグが登場。フランスでも全車はソラーラプルマンとして売られた。10月には ソラーラシリーズ2となり、ギアボックスが、プジョー305と共通化され、5速が標準となり、ベーシックな LE が追加された。GLS には限定車、プルマン同様の2トーンカラーも選択可能になった。1984年10月には、英国生産者は限定版、ミンクス、レイピアのみに車種が整理され、305のステアリングホイールとスイッチ類が用いられることになり、 外観も小変更された。しかしその生産は半年余りしか行われず、1985年夏には生産終了となったが、在庫車は1986年まで販売された。フランス版も同様の変更を受け、GLS が消滅したものの、タグレードは生産、販売が継続された。フランスでの生産も1985年夏に終了したが、 スペイン工場製の GL と SX は1986年まで販売された。スペインでは、プジョー製 1905cc ディーゼルエンジン搭載車も国内向けに作られた。ソラーラの累計生産台数は184,976台であった。ありがとうございます。